はい、こんにちは、達治です。今日はですね、過去に、買ったキャンプギアのうち全くね、使わなくなってしまったキャンプギアを紹介していきたいと思います。当時ね、これ買う前の自分に見せやかったら買ったなっていう動画になります。いや、ちょっとね、もったいないことしたなと思うんですけども、これね、反省を踏まえて今後のキャンプギア厳選して買っていこうかなと思っています。ではまず一つ目いきたいと思います。実はもうね、一つ目は映り込んでいるんですけども、この魚じゃないですよ、このまな板でもなくて、このテーブルに引いてるテーブルクロスになります。これもともとですね、なんでこのシートを使ったかというと、長年ね使っていたこのホームセンターで売っていたテーブル、これですね15年ぐらい愛用していたんですけども、実はですね、これね、折りたたみのテーブルを自作したので、そのせいでね、使う機会がまるっきり減ってしまいました。このね、鍵盤式になっている木のね、テーブルになります。当然ね、こういうのむき出しで使うテーブルですので、当然ね、テーブルクロスの出番はなくなり、このね、最初にできたテーブルクロスがすっかりお蔵入りになってしまいました。次に紹介しますのがチタンのね、グリルマットになります。これねチタンの網なんですけども、チタンというのね非常に憧れて購入したのはいいんですけどね、実は全く使っていない網になります。実はですね、購入してから、まあ2回しか使ったことないんですけど、この時ね、まあ、超久しぶりにこのねチタンの網を使ったわけなんですけども、単純にね網を忘れたので使ったという感じになります。まあ、チタンというのはね、やっぱねキャンプで、あ、チタンって最近いいなとかって思って、でもねペグとかですね、そういうので結構チタン製品持ってるんですけども、まあ、チタンがいいという、何でもいいというわけではないというのはね、いろいろ使ってみて分かりました。まずねチタンの特徴として熱伝導率が悪いということですね。まあ、それで十分温まったはずなのに、やっぱですね、これ焼き鳥とか冷たいものを置いたりすると、やっぱね、鉄板がこう冷えてしまって、くっつくんですよね。それが、一番使わなくなった理由の、まあ、一つじゃないかなと思ってます。それとですね、画像の方見にくいんですけども、これ結構ですね、汚れるんですよ。特にこのね、炭火で焼いてるんですけども、焚き火でやったらもうね、もっと汚れるんですよ。このね、汚れをね、落とすのが、すごいしんどいっていうか、まあ、バーナーで炙って、まあ、消す炭にしてもいいんですけど、それでね、もうね、全然綺麗にならないんです。それが欠点かなと思いました。でね、やっぱね、家庭用でチタンのフライパンとかないっていう理由がね、なんとなくこれでわかりますね。やっぱ流行らない。ステンレスとか鉄フライパン、テフロのフライパンに勝てないっていう理由が、まあ、このこびりつきの誤差っていうところなのかなと扱って実感しました。で、ね、ちょっとね次はねこの洗ってるシーンご覧いただければ、どんなにね頑固なのかっていうのは分かるかと思います。ちょっとねピンボケ気味で分かりにくいんですけど、これ実はね1回洗剤で洗ってるんですよ。で洗ってるにもかかわらず、これね全体的にこう焦げがびっちりついちゃってるっていう状態になっています。まあ、このままでも次回でも使おうと思っては使えるかもしれないですけど、やっぱですね汚れがめちゃめちゃ気になります。でそこでもう1回再度ですね、まあコンロで焼き切ってから洗うことにしました。結構ですね、これ焼き鳥をした後の、まあ、グリルの網になるんですけども、まあ、網っていうかのがプレートっぽいですね。それに、まあ、穴がいっぱい開いてるっていう、そういう構造になってますけど、焦げっていうかね、油だまりが多分焦げると思うんですけど、それが結構残っちゃってるっていう状態です。これ結構現地でスポンジで洗剤つけて洗ったんですけど、やっぱ全然そんなもんじゃ落ちなかったですね。このようにバーナーで、一気に焼いて、それからね、汚れを落とした方が、
まだ油がしっかり落ちてくれるんで楽かなと思ってます。まあね、チタンなんでこのように直接ね炙ったとしても特にね金属疲労が起きるとかすごいね折れちゃうとかそういうことないので、その点だけはねめちゃめちゃ安心して焼き切ることができるのかなと思っています。特に色変形変色っていうか、よくチタン炙ると、まあ、ブルーとかになると思うんですけど、この板に関しては全く色はね変わらなかったですね。持って帰っちゃうともう元々ね焦げてしまったので、まあ黒色がねよりついたのかなというそういう気はします。はい、じゃあ次ね水洗いしていきます。その前にちょっとね暑いんでね、もう水をここでぶっかけてね一気に冷ましてますけど、まあこれもねチタンなんで結構乱暴に扱っても、まあ劣化することは多分ねないんですけど、やっぱり、ね、汚れはね色的には落ちてないですね。油が落ちたのでこうベタベタするとかそういうのは全くないんです。で、まあお気づきの人もいるかもしれないですけど、やっぱねちょっと薄めなので少し反ってるのが分かるんじゃないかなと思ってますけど、使用上なんか問題になるとかいうとこまでは反ってはいないです。でも結構反ってますね。でもこれ不ステンレスの金たわしなんですけども、当然ねこの金たわしも柔らかいので、チタンはねいくら削ってもですねチタンは削れないので、まあ安心して使えるかと思います。でもなかなかねこの形状的に汚れが取れないんですよね。まあ、ここでちょっと早送りして、結構大変だというのを見てもらえば分かるかと思います。もうねこのようにね洗うのがねもう本当に非常に面倒くさい。普通のね100均の網の方が十分洗いやすいし、古くなったらまあ捨てちゃえばいいやっていうか、新しいの買えばいいやってことで、この網に関してはね、まあ、今のところ2回しか使ったことはないです。やっぱね焼き鳥で言えば炙り屋、これがあるんで自分は満足しています。次に紹介しますのが、これですねヒーターアタッチメントです。メーカーはね中華の、例のねとあるメーカーのパチモンになるんで、 BRS かどうかちょっと思います。値段もね結構一発の値段したんですけども、ちょっとねいろいろ実験的に数回使ってみて、ちょっと危ないなっていうか、まあ、特にいらないなっていう感じてしまって現在は使っていません。で、なんで使わなくなったかっていうと、まあ一酸化炭素がいっぱい出ちゃったっていうのもあるんですけど、特にですねカセットコンロっていうかカセットボンベで使えるマイダンをね、例の岩谷さんの前段を持ってて、そっちの方がねぶっちゃけねあのキャンプで使うのは良かったんですよね。であえてこれを使うかって言ったら、でここで、ね、実際に使ってる人の声を聞いてみようと思います。あれねガス自体があれ乗せると不完全燃焼しやすくて出ちゃうんだ。なんかなんかバーナーでもっといいバーナー使えばいいのかもしれないけど、なんかね、俺持ってるバーナー、中華製の安いやつだからね、けど、すぐなる。といって、カセットボンベだとね、なんか危なそうだから、こうやっ。ならない。うん、案外ならない。なる。カセットボンベでは試してない。なんか怖いから試してない。なんか熱くなってボンベバラそうで嫌だし、それは試してないけど、シングルバーナーでやったらすぐ なった。なんかねあれ何やのかな、燃料系はいいらしいよ。燃料系とのアルコールっていうかガソリンとか灯油のやつはなんか相性がいいんだけど、ガスのやつだと上かぶせるから やっぱ、ちょっと空気の通りが悪いのかしらけど、不完全燃焼になってすぐ一酸化炭素が出ちゃう。アルコールだらいいかもしれないけど、もともと出ないから、アルコールだってやったって15分ぐらいしか火ついてねえしろと思って。よくなんかガスで炭素みたいな一部ちっちゃく取ってるんですね。
次に紹介いたしますのがキャプテンスタックさんのコーヒースタンドになります。これに関してはどうあれないんですわ。なんでないかというと一回も使ったことがないからです。これね、よくよく考えたらこのね、絵を見てもらえばわかるんですけど、ね、正直言って必要性をね全く感じないっていう点からね、一回も使ったことがないです。はい、ちょっとおまけになります。これキャンプ動画とは言い難いためにあえて番外編としてます。ポットはね、私の通りです。でこれね、グリルパンなんですけど、まあ実はですね、似たようなやつっていうか、もっとね、高機能のやつが、ニトリの二層式グリルパンってあるんですけど、これがね、良すぎたために、もう使っていないです。まあ、あとね、結構欠点もあって、その欠点のせいで、もうね、家からも卒業させてしまいました。はい、いかがだったでしょうか。これね、やっぱ自分がね、買う前に、この動画を自分で見たかったですね。それで、これら紹介した動画、結果から言ったら、買わなかったと思います。ちょっとね、もったいないことをしちゃいましたね。次からは、もっとね、真剣に考えて買おうと思いました。またね、今年になってからね、キャンプ道具が一斉に上がりするとかあると思います。ユニフレームさんはまだ上がってないんですけどもね、外さんは一気に、よくわからない、理由な切り上げもしてます。で、キャンプ道具全般的にね、今年も値上げブームじゃないかなと思っています。まあ、出したら即完売っていうゲームが多いのでね、値上げの理由はあるのかなと思っています。はい、ありがとうございました。チャンネル登録していただけますと非常に嬉しく思います。よろしくお願いします。